はい、本日はですね、タイトルにもあった通り、好きなことでは生きていけないというお話をしていこうと思います。まあ、このテイストってね、よく YouTuber がやってるテイストで、もう5年、6年ぐらい前に流行ったやつやから、今更何してんのっていう感じだと思うんですけど、あれはね、好きなことで生きていくという、さもこう素晴らしいキラキラしたような話やけども、いやいや、大人の話聞かせてと、マジの話聞かせてほしいっていう方もいらっしゃると思いますんで、僕もね、YouTuber として3年今活動してて、まあ一応底辺 YouTuber としてはいてるんですけども、まあその中でもね、やっぱり好きなことで生きていくっていうのはほぼ不可能やと思います。僕もね、3年間 YouTuber やってて好きなことだけで生きていってるわけではないんでね、まあ、そういう本音の部分っていうのもね、やっぱ大人が喋ってかなあかんやろということでね、まあ、これは見ていただいての大人なんで、まあ、大人対大人のね、ちゃんとした話しようやないかと。その空想の夢や希望やそんなキラキラした話ばっかりじゃなくて、ちょっと本間のとこ言う話させてくださいよということでね、お話しさせていこうと思います。で、僕のチャンネル名見ていただいたら分かる通り、タクゾー元教員の Vlog ということで、まあ、YouTube としてこうやってペラペラお話はさせていただいてるんですけども、その前は実は学校の先生やったんですね。だからこの後ろは今黒でね、卓造と提灯がかかっておりますが、それまではですね、これが黒板やった状態なんですね。まあ、ちなみに僕の学校はホワイトボードやったんですけども、まあ、それを後ろに背負った状態でこうお話しするというスタイルは特に教員時代も今も変わりはないんですけども、まあ、どんな苦労があったかっていうのをね、今日はちょっとお話しさせてくださいよ。でね、それ聞いていただいてね、やっぱり甘いことばっかりじゃないなと、そのいいことばっかりじゃないなというところもね、ちょっと今日はパーソナル部分に当てたお話をさせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。なので本日の流れとしてはですね、まあ、基本的には今まで来たこの3年間の流れ、YouTuberとしての流れをお話しさせていただくんですけども、ほぼほぼ失敗の連続でございます。失敗をいかに話していくかというところで、めちゃくちゃ悔しい思いもしたし、めちゃくちゃ情けない思いもしました。でそういうところをね、ぶっちゃけていこうじゃないかと。で、こんな恥さらしてまでやることですかという人もいてるかもしれんけども、そんな恥をさらしてでもやることしかこれがない、これしかないんですよ。だからこれしかないからやってるんですけども、まあ、そんなお話をね、聞いていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、まずは最初僕教員やったっていう話はしてたんですけども、教員ってね、とある都道府県のね、教員をやらせていただいてたんで、まあ、公立の学校なわけじゃないですか。私立ではないんですよ。公立の学校をやってたんですけど、そこで僕は中学校でやってたんで、中学校の先生やったわけなんですね。もちろんその当時はこんな金髪はしてませんよ。真っ黒の髪の毛で、まあ、ちょびひげはいつも通り生やしました。その当時も生やしてたんやけども、まあ、それでお話をペチャクチャペチャクチャペチャクチャしてたということで、まあ、視聴者の方からしたらね、中にはね、いや人気あったんじゃないのとかね、絶対好かれてたやろってね、言っていただけるありがたい言葉いただくこともあるんですけども、全然そんなことはございません。なんやったらね、めんどくさいなとかね、あいつうざいなとかっていうこともね、思われてたと思います。だけどね、まあその辺はね、まあ、持ち前の粘りと言いますか、持ち前のあんまり他人のことを興味ないというところの精神がね、発揮出て、あんま嫌われてようが何してようが関係なく、僕がこうやるべきやと思ったらね、それを突き進んでやったという、ちょっと痛い先生ではあったんですけども、人生的には何の問題もないですよね。要は食いっぱぐれるってことがないからね、飯食われへんくなるとか、その、自分の家族養われへんくなるっていうことは絶対ないので、あ、それはもう安心していけるなと。で、なんやったら辞めてから65歳以上で定年退職して、後でもちゃんといろんな保険とか入っていて、厚生年金とか入ってくるやんっていうことで、やったやったーとかって思ったりはしてたんですけども、とある年の5月に悲劇が起こったんですよね。で、それは何かというと、僕はもう毎年毎年、ほんまに定時の5時で帰るような先生やったんですね。もう5時になる前から時計を見てそわそわしてて、早く帰ろう早く帰ろうと思って着替えてそこで帰ってたっていうような先生で、まあ、もっとひどい言い方をするとですね、職員会議にも出てないと。で、職員会議は決まったことしかやらへんし、そこで反対意見が出たとしても、それはもう遂行されるもんなんですね。ほんなら行く意味ないやないかと。それやったらもう教室おるかマシやということで、友達の先生に出席表を丸だけしてもらうんですね。卓造先生丸っていうところだけはやってもらうんだけども、ほんまは教室にいてるんですよ。会議には出てないというような感じだったんですけども、ちょっとその年からね、ちゃんと頑張ろうと、で学校にもね、貢献していこうと思ってバリバリやろうと思ったのが4月やったんですよ。でいろんな役目をブワーっと受け負ったんですね。でバーっと受け負って、それはええんやけども、今までそんなことでしたことないでしょ。ほんなら一気に負担がガンとかかってきたんですよ。でまあこれが仕事ができる人っていうのはそれをこなせるんやけども、僕はそれできるって自分で思ったけどできなかったんですよ。だから仕事のできない人間やっていうことにそこで初めて気づいたわけなんですけど、その時はもう時すでに遅し、なんかもう体が動かなくなってたんですよね。で体が動かなくなって、とうとう5月の31日の朝にはですね、ベッドから出ることができないと。ただ目は開いたんですね。いつも通り朝5時半に目覚ましかけてたんで、パッて目は覚めるんですけども、全く体が動かず、気がついたら6時半、そして出るはずの7時、そして嫁が出ていく7時半までずっとベッドにおったんですよ。でこれを察した嫁がですね、ただごとではないなと、ちょっとまずいなっていうことで、仕事に行く前にちょっとあんた病院行っといでやっていう話をされてたんですよね。で分かったということで、まあ、僕自身も学校休んでるわけですから、何か理由が必要やということで、必ず病院には行くべきやと思って病院に行ったんです。でその
当時はその精神科とかってまさか思ってなかったんで、普通にあの病院に行ったんですよ。心療内科っていうかな、その風邪とかそういうのあるじゃないですか。でそういうのかなと思ってパッて行ったりしたらですね、なんかあの診断書を渡されたんですね。診断書とかあのチェックシート項目みたいな紙渡されて、それチェックしていくと、なんかやる気が起きないとかね、何事にも集中できないとかね、なんか当てはまってる項目山ほどあるなと、これなんかなんで当てはまってんやろなと思って、それ先生に渡したら、あなたうつですよという話されて、その時にドキーンですよね。今まで自分なんとかできるできると思ってたけども、そんなことなかったんなと。でまあ目の前がもう真っ暗になったわけなんですよね。さっきまであった65歳まで続けて、そっからは食いっぱぐれることのないという安定した生活やと思ってたところで、ズドーンともう真っ暗になったわけなんですよ。で俺には今何もないし、自分で思ってた能力よりさらに低いところに自分がおってんなっていうことに初めて気づかされたわけなんですよ。そしたらですね、安定した生活、安定した給料、そして休みの多い生活、もうこれは全てを失っていくような感覚でさーっと逃げていったんですよ。で状況的にはやばいんで、あやばい、それでも頑張らなと思うんですけども、残念なことに情けないんですけど動けなかったんですよね。で今考えれば情けなくないんですよ。それはうつ病やからっていうことなんですけども、当時はそれが分かってないから動けないということで、どうやっても動きたいんやけども動かれへんというその葛藤があってですね、3ヶ月間ぐらいはずっと家にいてたわけなんですよ。でずっと家にいててずっと寝てるだけです。最初の方はですね、晩飯しか食わへんみたいな感じで、朝と昼はもう食べてないんですね。食欲とかも湧いてこへんし、夜は出されるから食べてるだけというような生活なんですけども、まあそのうち昼ご飯も食べれるようになったりだとか、朝ご飯も食べれるようになったりとかして、でちょっとずつこう外に出ていくという感じで、まあ最終的にはね、あの授業はできないでしょと、この形では授業できませんよねっていうことで教員を退職して、まあ元教員がまず出来上がったわけなんですよ。そしてそこからですね、 YouTube をやっていくということで、まあ、YouTube がですね、こうまあ順調に伸びていったっていうのがですね、以前本音の動画っていうのを出したんですけど、その時にもまあ順調にね伸びていって、ありがたいことに伸びていったんですぐ話はしたんですが、いかんせん無知でしょ、もうバカやからね、何にも世間知らんから、どうなってるかも全く分かってない、税金のこと、いやちょっと税金だから怖い、年末調整とか何したらいいか分からへんみたいな状態やからね、やることやることが全て初めてなんですよ。例えばオフ会しようと思ったりしたらね、オフ会ってどうやって開くんやろうなとか、あとなんかイベント企画しようと思ったら、イベントって誰に連絡したらいいのとか、いろいろそうわけ分からんことだらけなんですよ。例えばオリジナル商品作る、えどうやったらそうやって作れんのみたいな、もう何にも分からへん状態で、まあそれだけでもトライするしかないじゃないですか。でまあ頑張ってトライしようと思ってトライするじゃないですか、大体失敗するんですよね。ちゃんとそこにエネルギーもかけてるし、時間もかけてるし、もちろんお金もかけてる状態でしっかりこけるんですよ。でオフ会もねちゃんとやったりはやったんですけども、やっぱそれって満足度としては多分かなり低かったんですよね。まあその時30名来ていただいたんですけども、その30名の方って皆さんがめちゃくちゃ喜んで帰ったわけではなくて、2時間か3時間ねさせてもらったんですけど、やっぱ一人一人と喋るってなったら一人5分ぐらいしか喋れないんですよ。ってことは3時間もいてたった5分しかタクトと喋ってないのと、こんなん行く意味あったんって思った人も絶対おったやろうし、でそれ以外にもね、オリジナル商品作るって言ってね、こうやってあの T シャツ最初に作ったんですけど、それもねデザインとか決めてやったりしたんですけど、まあそれがね思ってるよりやっぱちょっと時間がかかったりとかして、夏前にはねお渡しできるはずやったんですけど、結局真夏に突入しちゃってたとかいうこともあったり、でまあね今でも思ってることなんですけども、やっぱ教え子たちをどうにかしてこう自分たちでねお金稼げるようにね、なんかこうデザインとか売れるような形の仕組み作りたいなと思ったりしたら、それ作るのに120万とか150万ぐらいかかるとやってゲビーンって言ってね、わしになんもないやないか言ってこう諦めたりとかして、まあ、とにかく考えること考えることが失敗やったんですよ。でまあ失敗やったらですね、ほなもうやめとこうってこともできるんですけども、じゃあやめとこうって言ったところで戻るとこはここなんですよね。でここでくっちゃべるしかないから、もうほなもうやっていくしかないやろうということで、もちろんじゃあそこからくっちゃべってはいくんですけども、やっぱそういう時ってね悪いことが重なるんですよ。で何が起きたかというと、うつの再発なんですよね。でこれはですね、その時に初めて分かったんですけども、うつになったきっかけって僕ようよう考えたら自分で見てなかったんですよ。なんでうつになったのかが分からない状態でスーッと過ぎてて、まあゆっくり休んだから元気にはなったけども、またうつになったっていうことで、じゃあ今回マジで何が原因なんかちゃんと見ていこうということで、ありとあらゆるデータを取ったんですよね。一日の中で最も気分がいい時間帯っていつなんかなとか、逆にじゃあどこで上がってどこで下がっていくんかなっていうのを2週間ぐらい毎日データ取ったりとか、あとそれ以外にも本をいろいろ読んだりとかっていうことで、同じ失敗をね不満ようにしていこうっていうのを初めてそこで思えたわけなんですよ。1回目で思っとけってことなんですけども、1回目で思えなかったんで、2回目でじゃあそれをやっていこうということで、大体半年間ぐらいはね休業したんですよ、その間に。でその半年じゃあ何してたんって言ったら、ほぼほぼ勉強ですわ。もう自分がやっぱ無知やからね、何にも知らんから、やっぱりこういろいろ知っていく必要があるということで、まあ、コツ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 勉強していって、次はもしあの再発がしにくくなるような環境づくりを自分でやっていこうとか、あとはまあ新しいチャレンジするときにいかにリスクを減らせるか、そんなも考えようってなったりしたら、いやいやそれってね、実は先の歴史とか見たりしたらあるんですよね。誰かが失敗してるからそれを真似せんかったらいいだけの話なんですけど、そんなことも知らんからね、もうオリジナルで貫くんやと思ったけど、いやいや過去に失敗してる人山ほどおるから、それと違うことをすれば同じ失敗はせえへんっていうのは今なったら分かるんですけど、その時は分からへんからね、とにかく失
敗しまくったと。で、まあそれで勉強したのはいいんですけど、じゃあ次頑張ってもう一回上げていこうってなったのが2020年の3月やったんですけどね。それ上げていこうと思うのはいいんやけども、中途半端にねチャンネル登録が3万人ぐらいしていただいてるということで、はっきり言ってめちゃくちゃ情けない話なんですけどもね、なんか今更したってねもう遅いんちゃうかなとかって思ったりだとか、あとそれ以外にもね、こう今更動画上げてねもう半年ぐらいずっと休んでたから、上げたとしてももう再生数回らへんかったら恥ずかしくないんかなって。やっぱ YouTube ってこう見られてるじゃないですか、数字とかも見えてるじゃないですか、下でねチャンネル登録も見えてるし再生回数も見えてると思うんですけど、ほな3万人おんのに1000回も回らなかったらどうすんのと、やっぱそんないろんなことがやっぱり頭によぎるんですよね。でそれこそやっぱちょっとだけ顔知られてるから、こう街中とか歩いてたりしてね、あいつタクゾーやんとかって思われたらどうしようとかっていうね、そんな情けないことばっかり考えてね、こう自分をちょっとでも大きく見せようとかね、よく見せようっていうのが多分あったんやと思うんですけども、まあそういう風にね思ってる時がありました。で、まあ、とは言いながらも前に進むしかもうないんやということで、後ろを振り返ってる場合じゃないぞと。で今3万人おると。やけどはっきり言って再生回数で言ったら1000回2000回ぐらいしか多分回らへんとする。やけどそれはもう自分やないかと、今の等身大の自分はそこなんやというところで、また1からやっていけばいいし、なんやったら1とどころかね、まあ、1000人2000人は見てくれてるわけやね、やったら1どころじゃないやないかと。ほんなこっからちゃんと地盤固めていこうぜっていうことで、そのちょっと半年間ね勉強したっていうところの知識もあったから、こう戦略的にねやっていけるようになったんですよ。でそしたらですね、こう離れていったファンの方とか、もちろん残ってくれたファンの方もいらっしゃるんですけど、こう離れていったファンの方とかもこうちゃんとまた動画をいっぱい出すことによってこう戻ってきていただいて、また見ていただいたりとかっていうこともあったりして、ちょっとですね今の形にこうなってきたんですよ。でそのやっぱ半年間の間でね、僕が常に意識してることっていうのがね2つだけあるんですよ。で戦略的なところってもうこの2つしかなくて、この2つをやればもう必ずいけるっていうのがあったんで、この2つだったんですけど、それがねまず1つっていうのが、ありとあらゆる経営者がやってるんですけどもね、孫子の兵法っていうのがあるんですね。戦わずして勝つっていうのがあるんですけど、もうそれをまずやると。ほんでもしかしたらそれ分からへんかったからしたら、は何言ってんのと、戦わな勝たれへんでと、戦わんの勝つなんかないからって思われるかもしれないんですけどね、まあもしかしたらこれ見ていただいてるね方でね、それご存知の方で、あああるよねと、戦わずして勝つんやねっていうのってね、僕の動画にちょくちょくあるんですよね。でそういうのはその半年間にこう勉強とかしたりして、もちろん今もね引き続き勉強させていただいてるんですけども、それでそこはちょっとやっていこうと、戦わずして極力舐められた状態で勝っていくんやっていうところがまず一つで、二つ目っていうのがランチェスターの戦略って言って、極力狭いところをねついていくっていうのをね、僕は弱者なんでね、弱者なりの戦い方としてはこの二つは絶対ピンポイントで抑えていかなあかんっていう風にして、まあ、やっていったんですけども、まあとにかくどんなスターでもね、どんなすごい人でもね、僕のうちなんか大したことないですよ、僕なんかほんま底辺上の底辺けど、やっぱスターとかいろんなすごい人とかでもね、やっぱりゼロの日はあったわけじゃないですか。初めて1になった日、 YouTuber のヒカキンさんとかも初めて YouTube に動画出した日っていうのがあったりするわけだし、まあ、プロ野球言ったらイチロー選手が初めてキャッチボールした日っていうのがあるわけじゃないですか。その時って多分大したことないと思うんですけど、やっぱそれがねどんどん積み重ねていって最終的にプロになったりとか、まあ、最終的にすごい YouTuber になったりとかしてはるんで、まあ、僕別に YouTuber として活躍したいとは特には思ってないんですけども、やっぱやってるからにはね、こう皆さんに応援していただいたりとか、皆さんにねこう何かをこう届けれるようにね、まあ、頑張っていこうとは思って普段からは意識はしてます。だからこう続けててね大変な時もあるし、正直まあこのことは表で言うことじゃないんやけども、まあ、続けててこうなかなかこうしんどいなっていう時もあったり、こう心が折れそうになる瞬間とかもやっぱあるんですけども、やっぱここで負けてられへんと、んでこんなもんで終わってたまるかと思ってね、まあ、その辺ね持ち前のね負けん気をグッと出してですね、まあ、ポーカーフェイスやからあんま表には顔は出てないんですけども、まあ、そういったこう心をね叫びというか、まあ、頑張るぞっていうので、まあ、頑張らさせていただいておりますので、今までの聞いてもらったら分かると思うんですけど、やっぱり好きなことだけで生きていってはないんですよね。ほんまにそれこそ辛い思いもする時もあるし、せっかく勇気振り絞ってやったのに失敗することも全然あったりはするんですけど、それでも続けていったやつだけが残ってるっていうのはやっぱどの業界もそうやと思うので、まあ、もちろん言い訳はできるんですけど、まあ、言い訳する前に続けるしかないやろっていうことでね、僕は普段からやらせてはいただいております。でまあそれはなんでなんて言われたら、まあ、自分のためやからね、別に誰のためやっていうことじゃなくて自分のためやからやるしかないからね、ただやってるだけなんで、まあ、そんな大した話ではないんですけども、まあ、もしかしたらねこれ見ていただいてる方の中でもね、あちょっと最近どうしようかなとかね、最近ちょっと悩んでてんなっていう方はね、タクゾーもこうやって前向いてやってんねんなとかね、あ後ろ振り返らへんねんなとかね、まあ、やっぱ日々嫌なこともあんねんなとかね、やっぱこんだけかけた企画とかもあるんですよ。めっちゃガッて足踏み込んだ企画とかもあったりして、それがなんか全然跳ねへんねんけども、片手まで取ったようなね5本取りぐらいしたようなやつも1本がねなんかバーンと跳ねたりすることもあるんですよ。ほなせっかくね凝った方は1日2日かけてやってんねんけども、全然片手までやってるのがほぼ無編集で10分ぐらいしかね時間かけてないけど、ドカーン伸びるやつがあったりとかして、まあそれ伸びてくれたから嬉しいけども、やっぱこけた時のね辛さもやっぱあったりはするんですよね。だけどまあそれでもねこう前向いてやっていくしかないということでね、まあやらせてはいただいております。でまあセカンドチャンネルでもねこんな話はするんですけどね、やっぱセカンドではねどんどん一緒に始めたメン
ンバーというか同時期に始めた人だってやっぱ YouTube で分かるんですよ。ああ自分と同じ時期に始めてんなみたいな人もね、やっぱりどんどんおらんくなっていったんですよ。でまあそれってまあいろいろね理由はあったりとか、その家庭の事情とかもあったりはすると思うんですけども、まあ、とにかく続けることと、続けさえしときゃ勝てるんよというのがね、まあ安西先生もおっしゃっておりましたので、まあこの辺でね、今日は安西先生で締めさせていただきたいなと思います。ということで本日はですね、好きなことだけで生きていくっていうのは無理ゲーですというお話をしていきました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。